YouTube の方で MV が公開されたんですけど、フルバージョンで見た？見ましたよね。もちろん。何？見た？見たよ、だって。おお！ 30 回くらい見た。お、最高ですね。見た？おお！みんなできる。いいですね。ありがとうございます。やった！私も見ました、いっぱい。 CG が今回すごくてですね、可愛いですよね。なんか監督さんがグッチが好きで、めちゃくちゃ MV もグッチっぽかった。なんかセットがグッチっぽいなと思って、なんかグッチっぽくないですかって言ったら、そう、これ全部グッチって言ってて、びっくりしました。さすが、すごかったです。さすがでした。そう、本とかね、グッチのなんか本とかだったんですよ。よく見たら、なんかそういう部分にも注目してみてください。はい。で、今日は新曲活動っていうんですか、やってきましたよ。いやー、もう本当にね。あ、ついてる韓国語字幕も完璧すぎてびっくりした、だって。おー、そう、英語と韓国語で、なんか最近ツイッターとかも更新されてて、ワールドになってて、すごいわ。リクが机に座って、ナーコナーコって言ってんの可愛すぎた。あ、違う違う、それについてね、詳しくね、ちょっと話したいから、今度ね、あの、今度っていうか明日とか、特に明日発売日なので、明日結構活動するんですけど、たくさん明日とかにね、話せたらいいなと思います。タワレコねとか絶対行ってください。今日もいろんな店舗回って、福岡の方のサインとか変えたりとかしてきました。なんか久しぶりにこうやってやるなと思って。そう、なんかね、シングルの時はなんかコロナ禍とかもあって、なかなかねできなかったんですよ。韓国語話してペゴパよ。ちょっと今お腹空いちゃっています。でも我慢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 。福岡のどこ行ったと、福岡の博多と天神とか、なんかいろんな店舗を回りました。したら店員さんが私のねこと推しメンだって言ってくれたの、嬉しい、嬉しすぎました。価格が、みたいにしよう。お腹すいた寿司食べる。いいなぁ。お寿司ね、あの時食べましたよ。周年終わりに、なんか、打ち上げでお寿司が出て、お寿司食べました。食べました。ゆうなっちと。あとはね、去年、あの、生出演の番組以外にも、なんか収録があったんですよ。その収録でね、焼き鳥を食べたり、なんか、いっぱい食べました。ひなたが泣きながら、ない、ひなたが泣いた寿司。あ、ひなた我慢しとったらしいもんね。そう、えら、私普通に食べとった。はい、みんなが大好きなポニーテール。下手すぎる。ちょっと結ぶのちょっと下手すぎる。あの3人のジッパー良すぎだね、だって。え、身長低いのバレる、やだ。やだやちな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 みにですね、今日はアルバムのフラゲ日なんですけども、届いたよっていう人いますか？もう買ったよっていう人いますか？申し込んでるよっていう人どんくらいおるんじゃ。た
くさん届きました。あ、見た見た、嬉しかった。明日届きます、もちろん。はい、買いました。やった、みんなありがとうございます。最高ですね、ありがとうございます。やったやったん。サイドポニー希望って言ってたから、ちょっと高すぎる。トゥ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 。次の歌番組ではおしゃれな髪型して。おしゃれな髪型ですか。なんか首詰まっとるから、いつもポニーテールとかにしちゃうんですよね。しかもあのね、髪飾りポニーテール専用の髪飾りなんですよ、本当は。そうなんですよ、なんかポニーテールが一番合うんですよね。でもあれだあれですね、久しぶりの女性目線の秋元先生の歌詞ですよね。いつも男性目線だからなんか新鮮で嬉しいです、歌ってる側として、うん、ね。秋葉原映画祭行くね、だって。ありがとうございます。なんかこまごましとったよね、時間帯が。結構なんか出てまた次また出てみたいな、なんか 3,4 回ぐらいやりますよね。舞台挨拶も来てくださるのかな、楽しみですね。ありがとうございます。いやね、16、17ですかね。12月やから、まあ明日から12月って思っ、え、今日12月、違うか、明日から12月か、なんかそんな感じせんな。すまん、生誕祭外れたわ。え、落選したん。え、なーちゃんがいないと頑張れないマジかん、生誕委員さんなのに。悲しい、それは悲しい。それはいい音鳴ったわ。じゃあどうするんですか、なんか DMM 越しとか。いやいや、そんなん。みんなミクさんも生誕祭落ちた。めちゃめちゃいい音鳴る。私のファンの方本当に来てくださるのかな。そんな、なんか俺も落ちた。本当申し込んどったん。そんな、なんか私のファンの人いるかなおるかな。私のファンの人結構外れとうけど、私も落ちました。ここにいる人たちみんな外れとるやん。みくちゃん、僕も、これ私のファンの人来る？なんか七色公演だから他のメンバーとかが来るとかじゃなくて、でもなんかね、ちゃんと私のファンの人を中心にやってくださってるんですけど、あれ？やだ、そんなみんなに見てもらいたい。じゃあもっと大きい会場でやらなきゃねやらなきゃね。わーん、悲しいね。まあでもここで生誕祭しましょう。じゃあショールームで。悲しい。今髪をストレートにしております。ちっと待ってるだけじゃダメよ、今サイコロ投げないでどうする、何も始まらない、指くわえたまま見てるのか。はける、アイズワンみたい。はける、はける演出がありますのでね、はい、矢吹さんのセンター曲。それ頭に残ってる、めっちゃいい曲。
デュラミ突然ごめんね。夏青に挟まれてるんですよ。かん、落ちサビキャプテンとキャプテンに挟まれて、もう嬉しい。夏青大好きだから嬉しいです。なっちゃんとハートしてます。いいですね。ドゥラミ手首回すのが好き。手首回すの、手首回す振りとかあったっけ。あ、ちゃん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 ちゃ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 のところかな。お首をエンティパリーのところかな。どこ、手首回すところ。だだだだ、まあすごい、1日経ってないのに40万再生ありがとうございます。手首回す振りとかありましたっけ。ここかな。指くるくるするやつ好き。指くるくるするやつ あった気がする。あ、ここね。後から思い出したらここね、ここですね。ここはなんかちょっとドキドキみたいなね感じドキドキみたいな感じのフリーですね。パンパンパン、ドキドキが気になる。みんなどこのフリが好きですか。私はあの落ちサビのもうここですね。もうデュラミーが好きです。突然ごめんねが好きです、うん、あとはね、あとどこが好きかな。あとね、あでも私踊ってないよな、あそこ。なんか B メロかな、じゃ好きなところがあるんですよ。あとトゥントゥンボンタルタタンのところが大好きです。このこれこれのところが好きです。意思にもあるんですよ、この振り。なんかね、2番の歌詞のところかな。目が合い始めたのところ。この、これは好きです。全部ずるい。あ、いいっすね。ありがとうございます。イントロからのダンスが好き。おー。でん、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 つってるぱー、つってるってって、つってって、つってってって、パッパッ。これは髪をファッとやるところが注目ポイントです。いいね。まだ2回しか披露できてないので、どんどん披露できていったらいいな。明日から発売。そう、また振りをちゃんと見れてないから今日は、あれコメントがどっか行っちゃった。い今日はなんだ、どこだ、あれ今日は朝まで見まくっちゃおう。だってありがとうございます。ちーちゃん、なこちゃんが居眠りしてるところをみくりんが起こしてあげるところが個人的に好き。おお、明日の番組でちょっと裏話について話そうって思ってるので、ぜひ。あ、田辺さんだ。ミクリンピックの会場はこちらですか。違います田辺さん違います。こちらミクリンピック開催しておりません。すいません田辺さん、はい、別の方を当てに、はい、すみません、本当にもうことに申し訳ありません。8時営業しまってミクリンピック、そうなんですよ、ごめんなさい本当に。2時間あと早くね私が始めてればよかったんですがはい、今日収録したももちはまストアのコメント明日オンエアされます。12月1日水曜の9時50分から11時15分です。 TNC テレビ西日本ももちはまストア、はい、ということで今日ももちはまストアの
コメント撮りをしたんですよ。明日流れますみたいです。はい、もうちょっと LINE が行っちゃったから見れなくなっちゃった。もうだからもう無理。覚えとってください。明日休みだから見ちゃおう。イエーイ。4年後頑張ります。頑張ってください。4年後、4年後私24歳だ。わあ、やばい。24歳。ももちハマスト福岡のやつですね。はい、ミミミとは最近何話すの？ミミミとは最近なんか焼肉キングので韓国フェアをやっているからそれ行きたいねってずっと話しとって全然行けとらんです。 MV のみんな落ちるところでミクモンモンしてた。あ、そう、なんか決めポーズとかあったらそれでもって言われたからミクモンモンして落ちれる演出面白いだろうなって思ったミクモンモンしました。うん、ソートですか。ソートでーす。サバの牛ストラステッティ飲んだことないよ。ないです。美味しいの？韓国フェア前も行ってなかった。え、なんか、あ、そう、前も行っとった。去年も行っとって今年も行きたいねって話してたんです。チーズボールが食べたいねって。なかなか福岡にはそのチーズボールがないんで。え、韓国フェア終わったんですか？焼肉キング。終わる前にディミカと行こうねって話しとったのに、うん、実も行けない。じゃあなんか他のものを食べに行く。悲しい。うん、終わっとったわ。まあ、いっか。レイチェルさん、ヤッホー。うん、今日着てる服めっちゃあったかそうで可愛い。今日着てるカーディガンでよん。カーディガンでよん。でもそんな普通になんかコートとかの方があったかいです。本当に好きなら生誕祭外れた。みんな外れとるけど大丈夫？カラコンしてる？してない。最近ずっとカラコンしてないね。この間の周年の公演の時にしたが暖房つけてるよ。つけてるよ。つけてます。つけっぱ。おい、カラコンしてるよね。してないよ。耳がちっちゃくて可愛いね。あざ。今日のお洋服大人っぽいだって。やった。ワンピースでよん。中身はよいしょ。ワンピースに普通のカーディガン私服。そう、ポニーテールにしてたんですけどなんか頭が痛すぎて外しました。なんか頭痛が、雨の日頭痛起きちゃうんですよ。そう、頭痛持ちなので。最近ほんまに寒くなった。ねえ、ほんとに寒くなりましたよね。ワンピースいいでしょ。うん、ミクちゃんのポニテは最強です。やった。髪だいぶのどんみたいに似合ってる。そう、だいぶ伸びました。ほんとになんか人生でここまで伸びたの珍しいっていうか、一回ねこんぐらいまで切ったんですけど伸びましたね。めちゃめちゃ伸びました。でも黒髪だから
重いかなって思ったんですけど、美容師さんからは透け感がちゃんとあるんで、まあ、大丈夫だよって言われましたから、まあ、いいでしょうってことで。ドライヤーしながら見てます。聞こえんくない？ドライヤーしながら見てたら聞こえんそう。うん、あんまり聞こえん。かわいい。僕9時、あ、どうしようか。今日は、11時半過ぎ、あと1時間くらいしようかな。うん、明日もね早いのでね。うん、そっか。なんかさ、配信ってさ、いつも見てるってことだよね。はわ、顔が気抜けないね。普通に考えちゃった。気が抜けません。そっか、いつでも何しても見られてるってことか。うわ、そう、HKT、 あ、そうで、今日は HKTV がこの後放送されるので、はい、 HKTV 一緒に見ようね。一緒に見ようね。見ましょうね HKTV。 今日何の放送だろう。 HKTV はですね、風水はもう終わってん、だいぶ前に。で、この間ダイオウイカやってて、あ、もうあれが放送されちゃうのかな。ちょっとぎこちないかもしれない。この間久々にやったそう、いつも貯めて撮るんですけど、その HKTV のやつ久々にちょっとやったから、ちょっとぎこちないかな今回のは。そう、卑弥呼はもう終わりましたよね。比喩彦の命からの卑弥呼が全然出ないっていう流れで終わった気がする。ね、福岡の方はぜひ RKB さんで。そう、いつも、そう、いつもね、多いんですよ。5本撮り、5、6本撮りからので、エンディング撮って、オープニングも別撮りなんですよね。だから555で15、2、5、3、15、15本撮り、16本撮りとかだから、もう朝7時からの夜の10時とかに終わったりするから、いや、たばいです。たばい、大変とやばいが重なってたばいになっちゃった。たばいです本当に。 HKTV はね、大変だけどめちゃくちゃ楽しいんだよね。笑い疲れで体力取っちゃう。そう、大変なのだから、宮脇さんといつも頑張ってますよ。私たち力を合わせてえいえいよーって感じでね。エンディングとオープニングが長いのでね。はい、ちなみにね、そう、電波もつながんないから、ずっと台本とカメラと向かい合ってやってる。でもね、ちょ、本当に早くあれを放送されてほしい。いつ放送なんだろう。多分12月末頃の放送になるんだと思うんだけど、いや違うな、1月過ぎかな。え、本当にね、あ、エンディング好き、ありがとう、エンディング好きって言ってくれるの嬉しい。本当にこの間本当に面白かったんですよね。あれいつ放送なんだろう、放送日わかんないんだけど、なんか話題になるくらい、すごい本当に面白かった。でも撮れたかありありすぎて、早く見てほしいな。本当に面白くてね、もう本当に面白くて楽しかった。エンディングいつもタメ口なの、なんで？それは局長だからですよ。私が HKTV の局長なんで、局長って敬語使わないじゃないですか。おい君みたいな感じだから、まあ、そういうことよ。そうそう、局長が誰よりも偉いってわけ。そうそう、そういうこと、そういうこと。権限は全てやっぱ田中美久局長にあるんで、まあ、やらせていただいてますよ。はい。はい。
みくりん局長だんだん様になってきてる。そういい感じ全然何回も何本撮りやってもね、なんか慣れんないんですよね。でもそれがいいらしいんで、まあ、そのままでいいです。はい、何回やっても大体できないんだよな。慣れないです、やっぱちょっと空気感つかめない、何回やっても、でも楽しい、めちゃくちゃ。 YouTube でもねありますよね、 RKB さんの YouTube。 はい、ナコナータン最高すぎ、最高すぎた。え、なんだ、ラルムだっけ、めっちゃ見ましたよ。ナータンのストーリー見てたら、見てて、うわ可愛いって思って、なんか20秒30秒くらいずっと眺めてました。うわどっちも可愛いみたいなうわって思いながら、天使でした。あの組み合わせとあの雑誌は最高なんよ、分かってる。おじさん出てきとらん。そうみくりんおじさん出すぎててヤフーニュースなってた。おじさんだから、可愛かったです。やばいよね、やばいよな、最高、最高だよね。みくりおじさん記事になってね、みくりおじさん記事になってた。いつもお世話になっているエンタメネクストさんでなってましたね。名古屋の告白シーンにもおじさんいたね、だって。いやそれはなんかメンバーにはおばさんって言われます、なんか私が おばさんって言われました。おばさんっぽいのかな、なんかそんなつもりはなかったんですけど、なんかあるメンバーにはなんかいつものみくりんが出てるって言われて、あるメンバーにはおばさんみたいって言われて、あーんいつものみくりんがおばさんみたいってことんみたいな感じになったんですけどなんからしいですよ。ディスられてますかね、私これメンバーに。もしかしてミクはいつもおばさんみたいだよってディスられてるってことかな。うん、なんか面白いって言われたんですけど、バカにしてる面白いなのかなでも可愛くて おばさん みたいになっちゃいました。なんかおばばおばばっておばばになっちゃった、おばばになっちゃいました。うん、おじさんじゃなくて、おじさんじゃなくて、おばさんだった。尊敬していってると思います。あな、えその尊敬してなんかすごいおばさんみたいって言われてるってこと、それはやばいわ全然ババじゃない、本当にメイク全然ババじゃない。まあ湯婆婆的な立ち位置なんですね、だって私そんなに怖いかな、湯婆婆、湯婆婆か。なんか私がいつもおばさんって言ってる側だったのになんか いざ言われる側にちょっとなってきてる、なってきてはないんですけど、まあそういうことをもう言われるようになるって考えたら感慨深いですね、本当に。ね、感慨深いわ。プロモーション活動お疲れ様。お疲れ様です。なんかラジオいっぱいしてて、で滑舌が良くなりましたとか言いながら何回も噛んじゃったんですけど、はい、たくさん早速噛みました。たくさんプロモーションしましてきましたよ。ラジオ全部聞いててありがとう。なんかラブ FM さんだけはなんか事前に人集まりすぎたらダメだから、サプライズゲストとして登場したんですけど、ナッピと早口言葉言える、だってわかんない。キャリーパムパムいい感じ、早口言葉、桃の内、
惜しい？ダメな感じ言えてない。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙ちょっと惜しかったよね。ちょっと惜しかったよね。なんか意識したらダメなんかもしれない。おっとっと言って、おっとっととっとってって言っとったのに、なんでとっとってくれんかったって言っとうと、わかる。それは言えるんですよね。すごいだって。あ、まあまあまあ、バスガスが爆発バスガス爆発、いいえ、行けました行けました。はい、そもももももも桃のうち、あ、行けましたよね、きっと。肩たたき、肩た、肩、なにこれ、初めて言うかも。肩たたき、きたたたき、きたかった、え、ここごめん、字が読めません。隣の餅はよく餅食う、餅餅、お、それもちゃうな、うん、泣かないと、うん、ボクボブ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 、これ早口なんかな、ボクボブってね。あ、生麦生米生卵、いや、生麦生米生卵生米でも一回は言いました、生麦生米生卵生麦生米生卵生麦生米生卵、うえ、いけましたよね。ラーメンつけ麺僕イケメン、いい感じ。え、生ゴミって言っとわんよ、生麦って言いましたよちゃんと。はいはい、うまかったよって、本当？本当に言っとる。ウェイ、天才かもしれん。それ早口言葉？わかんないラーメンつけ麺僕イケメン？これ早口言葉じゃないじゃん、ないよね。うん、隣の味噌は美味しい味噌これ早口じゃないやつでしょ、知ってるよ。東京特許許可局東京特許許可局ですよね、許可局、東京特許許可局、これは言えないんですよね。私東京特許許可局は言えないんですよ本当に。でも生麦生米生卵は言えるんですよね。新春シャンシャンショー、これも言えますよね、言えてませんか。新春、新春三章、三章、おとととととってって言っとったり、なんで取ってくれんかったって言っとうと、なんか簡単簡単、誰でもできる。魔術師修行中痛い行きますよ。魔術師ですよね。そうだから、魔術師修行中、もうこれで怪しいんだよね。うーん、いくよ。魔術師修行中いけたんじゃないでしょうか。これはさ、魔術師修行中、上どう、いけたよね。ダメ？え、どう？いけましたよね。え、怪しいですか？本当に？え、結構、あれ？いけたと思ったんだけど。99点で39点でね。ミクにすな。
マンギョンボンゴ言えましたわ。まあ、もう一回言えたらさ、言えなくなっちゃう感じするわ。ワンコ、コワンコ、マゴワンコ、全然言えたわ。魔術師、魔術師、修行中。ダメですか？私結構言えているんだと。竹垣に立てかけかかけ、ん？立て垣に立てか立てけたのは立て竹立てかけたかったから竹竹立て、あ、普通に言えません。これ読めないです、日本語が。日本語が読めなかった。竹が竹竹て竹竹かけたかったんだよねって感じ、言えなかったわ。これ日本語として普通に読めませんでした。うん。炙りカルビ、あ、言えますよ。カールピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコカールピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコらしいです。はい、いきます。言えそう。カエルポ、いきます。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ、カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ意見はもうやめようっともうダメだ。あ、カタタタキキ、カタタタキキ、残念。カールカールピョコピョコミュポキョポキョ、もうやだもうし、もうやだ。そう考えたらミヤーキャンのすごくないね。ミヤーキャン今度言ってもらおう。いやすごいね、どんどん言えなくなっちゃう。やばいやばい。カールピョコピョコみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、これダメですかえ、これはダメですか？これ今言えたけど、これはダメですかラップラップじゃない、ラップじゃない。どう？ OK？おいだって、どうしたんですか？ラップってラップじゃない。カエルピョコピョコミュピョコ、カエルピョコピョコムム、何でしたっけ？カエルピョコピョコムムムポムポコムコムムム、カエルピョコピョコムピョコピョコ合わせてピョコピョコピョコムミピョコピョ、あれなんで、もともとが分からなくなっちゃいました。カエルピョコピョコぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこですよね。はい、カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこどう、いけるいける。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ、もういいですだって飽きられちゃった、もういいです。じゃあ私ももういいでしょ。はいはい。カールピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコ、ちょっともうやだ、長いんだよな。炙りカルビ並みになんかこう短いやつやったらいけるのにね。そう、赤巻き髪、黄巻き髪、青巻き髪みたいな、なんかこれも長いね。しつけだってだって負けず嫌いなんで、ちょっと やりたくなっちゃうんです。別話行こう、別話。これで尺取ってても何の意味もね、別話しましょう。はい、安田大サーカスのクロちゃん大好きです、わわわわーさんから釣ってくださいってきました。みくちゃんです、わわわわー、やばい絶対に無理。
もうお別れの合図、もうそう苦手なんですよね、ごめんなさいね。今日の服はどんなの？今の服はワンピース。耳赤っ、耳があったかいです。耳赤っ、耳くね、耳赤くす、赤っ、お酒飲んでないよ。なんか恥ずかしいことがあったんですかね。耳はすぐ赤くなる。なんでだろう。ミク結婚する前にお見合いしようだって。お仕事行ってきます。また頑張ってください。はい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 、ヤニさん、ほじ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 、ヤニさんタワーありがとうございます。カーディガン掘ってのはい、カーディガンです。ヤニさんありがとうございます。あ、耳赤いから嫌やな、なんか。オーラ、特技はオーラを出すことです。オーラ、それはともかく。ヤニさんどこ？ヤニさんどこ？じゃあちょっとヤニさん探す旅出てくるわ。見当たらにゃい。見当たりません。もう一回わわわわお願いします。ちょっと恥ずかしいからやっぱ無理、ちょっと無理だ。てほしいです。無理です。ヤニさんビギナーさんだよ、だって。あ、そうなの。なんで投げてくださったんだろうっていうか、いなくない？ヤニさん消えた。どこにいるの？え、1位にね上がってこないんですよ。ヤニさんもうすぐしたら上がってくるかな。釣られなかった、だってごめんね。釣るのとか無理なんすよ、ごめんね。一緒に釣りは行きたいな。でも釣りは好きだからさ、一緒に普通に釣り行きたいな。発生さんといっぱいいろんなお魚釣ろう。いたって言っとうけど、どこに？どこにいるの？どうコメントしてるようだって。探しとうけど、
あれ探しとうけど見当たりません。誰か助けて。どこ？なんてコメントしてくれてるの？え、どこ？わかんないんだけど。コメントをね、辿ってるんだけど、どこにいるかわかんないんだよね。おるやん。どこ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 だ。え、おらんよ。え、本当に言っとる？ヤニさん、なんてコメントしてくれとると。え、メロンジュースがどうたらこうたらってコメントある。いや、あ、メロンジュース飲みながら坂登ってたら地下に落ちて、這い上がったら、這い上がったら博多に着きました、だそうです。あ、なるほどね。メロンジュースを飲みながら坂を登ってたら地下に落ちて、這い上がったらまた博多に着いたみたいな。あ、出戻り？あ、え、ほら、簡単にまとめたら出戻り？すごいいろんなことあったんだなーって思ったんだけど、まあ要するに全部まとめてひっくるめたら出戻り？うん。出戻り？おかえり。よかった、戻ってこれて。頑張って、這い上がったね。きつかったでしょ。よかった、よかった、本当に。そっか。よかった。いろいろあったんだね。なんか遡って地下行って、すごいね、ジェットコースターみたいにいろんな人生を歩んでらっしゃるっていう、さすがです。はい、どうでしたか？どこの道のりが一番楽しかったですか？やっぱあるじゃないですか、あの時の楽しかったみたいなね。人生経験が豊富で本当に。でも、まあ這い上がったらね、博多にたどり着いたってすごいいいと思いますよ。本当にありがとうございます。もうね、本当にね、博多が一番ですから。はい、そのまま JR 乗って博多駅で君とどこか行きたい聞きながら旅しとってください。うん。となんかコメントね、あ、いた。違うよねこれね。ちなみにヤニさんは誰推しなんですか？博多に住みたい、ぜひ。あ、いた。1位にヤニさんは誰推しなんでしょうか？今が一番は最高。今が一番辛い坂道。耳赤い。頑張り時ださ、自転車こぐんだ。ちなみにヤニさんは誰推しなんですか？長いな。なんかこの待つ時間長いな。みくりん一択ですよね。はてな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 。ん？ん？
ハテナの4つがちょっと分かりません。意味がごじったんですかね。ごじったんですかね。あ、ちなみに今はあの大押しなんですか。びっくりマークとハテナ間違えたんじゃね。あ、そういうことですかね。そういう、ヤニさん、マジでメロンジュースの時から歯型みくりん。博多はみくりん。博多は、え、ちなみに私メロンジュースの時 HKT に加入してたっけな。メロンジュースの時私 HKT デビューした。あれ。でも HKT のメロンジュース時代でしたよね。ちょうど私がオーディションね、合格したのはメロンジュース時期でしたから、まあもう私がデビューしてすぐ私推しってことですよね。素晴らしい。それか紅白の時かもしれないですね。紅白のでメロンジュース披露した時かな。いやーもう本当にね、そういい風に解釈するだけの頭を持ってるんですよ私。ちなみにヤニーさんは、あ、博多はアミクリ推しということで、まあ、ありがとうございます。いいと思いますよ、そういう感じ。いい、いいね、いい感じ。皆さんもこう博多は？は？みたいな言っとったけど、まあ言えませんよ皆さんも。皆さんも多分言えないんじゃないでしょうか。ん、皆さんは多分博多はって多分言えないレベルで、はい。博多の中にも何か推しいらっしゃる方も多いので、はい、多分その博多はのはそれ言えないと思います。はい、悲しいことに。君だけだもんだって。かわいい。私だけ。ありがとう。嬉しい。うん。クロちゃん一択。でもさ、安田大サーカスさんさ、あれでしょ？ももさん好きじゃないですか。大園さんですよね。大園さんじゃない？ちょっとなんか大園さんっぽく見えたんですけど。違う？私の間違いか。まあいろいろ言っても結局田中美久みたいなところがあるからね。あ、高いおじさんはいろいろ言ってたんですね。知りませんでした私。ずっと美久だけ好きで応援してくださってると思ってたので、いろいろあれ言ってたんですか。私に内緒でどこ行ってたんですか。ちょっと私の思ってた人と違うけど説明して。あれ。うん、もちもち。これはなんか修羅場の時にさタワー投げてこないでよ。もうありがとうございます。タワーもうなんでタワー投げるの。本当に投げるのやめてって、あれほど言ったでしょ。本当にもうね、ダメだよ。うん、うん、今が一番。もちもち長いよ。もちもち絶対投げるタイミング違うじゃん。絶対内心高陽寺ラッキーと思っとるし。
また怒られてる。だってもちもちん、なんでまた投げるの。本当は嬉しいくせに、めちゃめちゃ嬉しいあれでも嬉しいんかい。だって嬉しいよ、嬉しいけど、なんか投げすぎ、なんか本当に、うん、ダメ本当にね。はい、懐かしいですね、桜を見る会。みくちゃんカラオケ歌って、カラオケでネムホームルームドゥームを歌って、ウェー、恐縮ですが S と M どっちですか。 M ですね、洋服のサイズですよね。なんか昔は S だったんですけど、あの今は M の方がまあ縮めれちゃうし、そっちの M ですかね。はい、でそういうことですよね、そういうお話ですよね。お洋服クリスマスになるから送りたくて、あのお洋服のサイズ聞いてきたみたいな感じですよね。絶対そうですよね。そう M です、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。え、なんでみんな、な何言ってるんですか。あれ、え、そうです、そういうことですよね。びっくりした、なんか変なこと聞かれたかと思ってすごいびっくりしましたね。え、うん、はい、 S やな、昔は S だったんですよ。でも今はあの M がまあ妥当というか縮めれますしね、はい、うん、はい、Y はどっちだと思う。フリーサイズですかねフリーだと思います、あのナオッチュはフリーだと思います。まあどっちもいけるんじゃないでしょうか、 どれでもいけると思うので、ナオッチュはフリーだと思いますよ。はい、そうだと思いますね。うん、そう、身長そんな高くないんですよ。なんか聞いてきたってことはちょっとクリスマス期待しちゃっていいんですか。んな、もうありがとうございます、期待しますね。はい、うん、フリー素材のフリーじゃないよね、フリー素材のフリーのこと話してるんですけど、なんか何の話してるんですか。ちょっと待って、最近なんかちょっと噛み合ってない気がするんですけど、あれうん、うん、見苦しい、やめたくない、いつか将来のことを考える日が来たらとか考えると、だって、え、かわいい、今を楽しめ。そんなね、酒のこと考えるだけね、無駄無駄無駄、そんなんただの妄想に過ぎないのよ、今だけ考えときな。本当に可愛いわねあなたは、はあ、可愛い。送れるのプレゼント、送れる、事務所に。でもなんかファンデーションとか、あー、食べ物とか肌につけたりするもの、リップとかだったりとか、なんかそういう食べたりだったりとかのやつは送れないのと、あと1万円以下のものじゃないとプレゼントできないって決まってあるので、ちょっといろいろあれがあるんですよ、決まりが。はい、なので、あの普通にラブレターが嬉しいです、私は。お手紙はやっぱ嬉しいですね。うん、HKT プレゼントで調べてどうぞ。あ、調べてどうぞ。お洋服は OK なんだよね。そう、ユニクロで、ユニクロ最高。車あげようと思ったのに免許取りたいハンドクリームはダメなのかな、わかんない、取りダメなのかな、いや、え、どうなんだろう、ちょっとまあ詳しくはその、調べていただいてはい、免許あげようか、免許もらえるの
もらえるの？うん、はい、1万以内をいくつも送るのは大丈夫だけど、だって。おお、なるほど、すごい。学校の宿題あげてもいいですか？あ、全然、どうぞどうぞ、やっとくやっとく。全然勉強する機会とかもないじゃないですか。やってる、なんか漢字ドリルとかやろうかな。うん、あ、ヤニさんまた投げてる。またタワー投げてきた、ヤニさん。ありがとうございます。ミクだよ、知ってるか。ヤニさん、おかえり。まあ、ありがたいですね。あれ、コメントしないの？コメントするのかなと思ったけど、今ミクリンと目合ってる。私と今合ってるかな。あー、ヤニさんおる？どこおる？いないか。あ、いた。今大学のレポート書いてるので応援してください、だって。大学生？ヤニさん頑張ってー、ミク応援するが。応援の仕方可愛くなさすぎます？大丈夫かな、可愛く応援しよう。頑張ってください、頑張ってください。大変そう、レポートなんかめんどくさいって聞いた、大学とかの。へいへい、頑張れ頑張れ。ヤニさんもね、ビギナーじゃなくなっとるから。イエイイエイ。いやー、えらいえらい、頑張ってますね。女性の方なんかな、なんかすごい女性のアバターになっとうけど。こんばんは、初見さんこんばんは。投げて怒られないのいいな、ボソだって。あー、もちもちは本当に投げちゃダメ。投げすぎなんですよ、本当に心配になっちゃうからね。そうそう、そういうことです。あ、中二なんですか、安田大サーカス、クロちゃん大好きさんは。そうなんだ、若いね、若い。私もあったんだな、中二の時期。若いわ、若すぎる。ミクリンピック開催おめでとうございます。あ、なんか勝手にありがとうございます。今日彼女に振られました、だって。それはまあ仕方ないよ、だって彼女がいるのに配信見てるんでしょ、ミクの。ああ、もう彼女もし、プンプン激おこまるだよ。いいじゃん、ミクがいるよ。こういう女には絶対気をつけてた方がいいと思うんだけど、いいじゃん、私がいるよ。運命じゃなかったんだよ。もう一回言う、私がいるよ。うん、はい、うん。はい、なんかそう、ウシトラさんおめでとうって書いてあるけど、今日全然コメント読めとらん。結婚しようってきた。
私あなたの存在知らないので、あなたの存在詳しく知らないと何とも回答できませんね。はい、ごめんなさい。こういうアイドルがいるからどっぷりハマってしまうんよ。みんなまだ間に合うぞ。だって何に間に合うんですか。そういう勧誘マジでやめた方がいいですよ。にゃんにゃん、やめた方がいいですよ。まあね、まあもうね、いいじゃないですか。楽しかったらダメですか。いいんですよね、楽しかったらいいんですよ。もう間に合わないかも。だってもう間に合ってないですね。ごめんなさい。あなた自覚ないですかね。間に合ってませんよ、それはもう。そうそう、あのね、そう営業妨害ですから、もうそういうのは今もういい感じに進んでる流れでそういうコメントされるとこちら側的には営業妨害になるので、はい、避けていただけたら嬉しいなって思います。誠に恐縮ですが、すみませんね、本当にえ、もう営業妨害なんよ、こちらからしたら本当に。うん、はい、俺はまだ間に合います。間に合いません、間に合いません。うん、もう間に合う間に合わないの問題じゃなくって、絶対に間に合わないんです、はい、うん、ミクに久しぶりにアイドルにハマりそうだって。誰ぶりなんだろう、アイドル久しぶりにって、誰ぶりなんだろう。つらいにゃんだって。あ、ボコボコにしちゃった、やばい、ごめんね。もちもちが、うん、あ、将来の恋人がミクリンおじさんでもいいよ。ダメか、ミクリンおじさん、いいよ。じゃあ今世は私と過ごして、来世はミクリンおじさんと過ごそう。最高じゃん。毎日ボコってない、だって私ですか。いや、ボコったつもりはないんですけど、勝手になんかボコられてますね、ごめんなさい。ボコったつもりはね1ミリもないんですよ。いつもポコポコしてるぐらいなんですけど誰が勝手に、や、いや、え、勝手にじゃないですか。私ポコポコしてるつもりはあってもボコボコにはしてません。これは本当に言いたいことです。ポコポコはしててもボコボコにはしてませんよ、本当に。そんなね、どこぞのヤンキーかって話ですよ。言いたいことがあるんだよ。何何ピコピコハンマーかな。タン押しだったけどミクリンにハマってしまった、だって。誰タン押しなんでしたっけ。あれ、アシュリンさん押しでしたっけね。誰押しなんだろう。ミクリン力強すぎだって。じゃポコポコにポンってやっただけなんですけど、はい、やっぱり田中ミクさんが一番好きです。そういうのを言うのやめてください。キュンってしちゃうので、そういうのは控えていただいて、はい、セネはよろしくないです。はい、うん、坂道しか勝たんですが、ミクリンに吸い込まれそうです。ハッセイさん、だってもう吸い込まれてますもんね、私のショールームに。ちょっと自覚してください。私の配信を見てる時点でもう吸い込まれてるんですよ。はい。前ダイソン並みに吸引力強いんで。そんな。はい。まあでももし坂道転げ落ちた時に怪我だけはしないように私が支えときますね。
なんでいつでも転んで大丈夫ですよ。すってんころりんつってね、支えるんでいつでも。感知する準備はできてます。はい、うん、支えてもらったらもう転ばないかも。あ、じゃあ一緒に登りましょう。わかりました。私はもう支えるだけの役目なんで、もうじゃあもう一緒に登りましょう。はい、ついていきますよ。お供します。ついていかせてください。はい。私はあの転げ落ちたくないので、もうはい、支える役目なので、どこでももうついていきます。はい。うん、支え歌っとこう。本当にそれね、うん、あ、ドラマ最愛にハマってます。あ、今日、そう、今日ちょうどなんか最愛のドラマの話してて、面白いらしいですね。最愛のドラマ見たいです。でもちょっとなんか内容難しいんでしょ。そう、22時放送 RKB さんだったよね。そう、 RKB だっけ。そう、面白いって聞いた。最近人肌恋しくなってきた。クリスマスまでに恋人作った方がいいですか？ダメです。私という相手がいて、そういうこと言うの？人、ダメです。ブブか1月号も表紙なんね、すごい、だって。ん？私？あ、初知りなんですけど。そうなの？知らない知らない。それデマじゃない？わかんない、わかんない、私なんとも言えないや。でも、あれ？知らない、わかんない、わかんない、わかんない。そうなの？私ね、もう自分のね予定よりねよりもファンの方に情報行く方が早くて分かんないんだよ。何でもかんでも、どうでもこうでも。ミクね、前日の夜に明日の予定知るからね、分かんないの。1週間先の予定も2週間3週間1ヶ月先の予定も分かんないんだよ。だからファンの方の方が詳しい。てか今発売してるのが1月号ってことじゃないですか。だから来年の1月号の表紙も私ってことじゃない？分からんけど、多分きっとそういう感じする、うん、多分そうですよね。今日発売のものが1月号ってことだから、そういうことだってことですよね。ああ、なんか分からなくなりますよね。村重さんのツイート面白かったね。花ちぃに聞いてそれ見ました。はい、今リミカが私にボイスメッセージを送ってきました。急に会いたいって LINE 来たんですよ。明日会えるのに、きっと。うーん、どう思いますか、こういう女。どう思います？そんなね、いろんな人に会いたいって送ってる、きっと。本当にね、ボイスメッセージ早く聞きたいじゃないか。明日会えるじゃんって送っとうのに、うん、かわいいね、かわいいです。本当に愛おしいわ。今聞いちゃう、今聞きたいぐらいだね。配信止めて聞いておいで。おーおーおー、配信は止めないよ。何でもかんでも優先順位っていうものがありましてね。はい、まあ私がやりたいことはショールームなんですよ。はい、
代わりに聞いとこか。ダメです、絶対ダメです。私だけが聞きたい。他の女で我慢しとき。あ、ん？あ、どういうこと？田中さんのショールーム面白い。田中さんって言われるの珍しい。ミクリンの星座、私乙女座です。乙女。中田さん、殴ろうか、一発殴ろうか、いやあははは、殴れるもんなら殴ってみよう。もう殴ったよ。いやあ、タワー何個でボイスメッセージ送れますか？35億。メッセージ、来世かな、きっと。痛いだって。あ、ごめん、やりすぎた。やりすぎちゃった。痛そう、めっちゃ。かわいそう、ボロボロじゃん、めちゃめちゃボロボロ。ゴミ出し日っていつだったっけ。もちもち。あ、大理石のスマホケース届きました。今まだ事務所行けてないんだよね。ありがとう。ゴミ出し日、あ、火曜と土曜です。あ、ゴミ出し日、それって、そっか、今日何曜日だっけ。今日何曜日だったっけ。今日火曜日。あ、じゃあ今日じゃん。そのまま連れて行こうかしら。もちもち、あー、だってゴミ出し日今日なんだって。ボロボロになってるから連れて行ってあげないと。こんなに好きって言っても伝わらないのつらい。え？え？そんな、もうダメですよ、伝わりません。はい、伝わる、恥ずかしいですから、そういうことは言わないようにしましょう。誰がどう見てもミクが一番好きなのに。はいはい、分かった分かった、いい子ね。じゃあもう元気になりなさい。さ、ボロボロだよ。早く元気にならないと。あと1時間以内にゴミ出し連れていくから。ミクに内緒で恋人作っていい？マナちゃんはメンヘラ女ですので大丈夫そうだって。もう全然、もうメンタルヘラヘラ大好き。それはやばい。いい、ダメだよ。でもダメ、私以外に作ったらダメダメ。いい、別に作ってもいいけど、よ、私のところに呼んで。あなたは私よりもマナちゃんを幸せにする自信がありますかって。喧嘩売るから。はい。そしたらもうメンヘラ対メンヘラになりますね、もうこれはもう。修羅場やん、修羅場です。はいはい、こんばん、こんばんは。他の女の子見ちゃダメなの？だって。あ、全然いいですよ。はい、悲しいですけど、あなたの人生なんで。
修羅場好きなの。平和主義です。平和主義です。争い事は大嫌いです。11時40分に終わります。今日は、え、ですよね。あれ、ん、あれ、ん、計算がわからんな。はい、11時40分かな。うん、あ、元気だ。もちもちかわいい。今日下は短パン。今日下はね、ワンピース、普通のそのままのワンピースでございます。でも耳が本当にずっと赤いんですよね。ほら、かわいそう。かわいそうです、耳が赤くて。よいしょ、これはしょ、どっこいしょ。耳が赤い。耳が赤い。もうお風呂入ったんですか。この後入ります。暑いんですよ、耳が。ほら、お酒飲んだら耳は赤くなるんですか。耳を触りすぎて、なんかね、寒いからかな。ピアス開けたばかりだと耳が赤い。そうなんだ。イヤリングずっとしてたからかな、赤くなってる。うん、部屋は暑いの。部屋は寒くはない、寒くはないです。夏と冬どっちが好き。断然冬です。本当に夏は大嫌いなんだ。夏な、なんか夏ね、気持ちが下がっちゃいます、何をするにも。熱はないです。毎日体温測ってるんですけど、ないですね。まあ、ハワイ行きたい、行きたいですね。もう今行けないんですけど、はい、テスト頑張ってください。しずくちゃん、ピアスを開けると運命変わるって信じます。だって信じません。初めて聞きました。冬はテンション上がります。冬はテンション上がる。うん、うん、ハワイ行きたいな。なんでワイハーに、なんかコメントが来てた。ハワイ行きたい、行かないのみたいな。ハワイ行ったことあります。ハワイない、行ったこと、え、多分ない。台湾、香港、上海、韓国です。冬で楽しみなことはクリスマスマーケット。あ、クリスマス、うん、毎年エレタンと一緒に行ってる。プライベートで海外はないのね。だってプライベートで海外行ったことは
ありますよ。さしこちゃんと一緒に上海のディズニーランドに行ったのがプライベート初で最後、最初で最後です。そう、あれが最初で最後、楽しかった。好きな飲み物なんですか？ずんだシェイク大好き。韓国一緒に行こう。いいねー。ドンミョンだったっけ、なんか行きたい、そのいっぱい売り場があるところ。最近ココア好き。あ、いいね、美味しいよね。びっくり、お化け屋敷行きたい行くか。逆にどこの国行きたい？パリか。あー、パリとかかな。あ、ミョンドン、ミョンドン、ミョンドンいいなと思います。ミョンドンいいですね。ハッシュタグみくりんお化け屋敷。なんで知っとうと、すご、 HKTB やん。 HKTB じゃない、 HKT ビンゴ。すごいすごいすごい、風が強い。風が強い。バルセロナもいいわ。あ、そうなんだ。田中美講師として HKT ビンゴを見直してみよう。ダメです、見ないでください。ダメですよ、ないですよ。カラコン最近はもうしない。いや、たまにするときはしますよ、たまに。ミクリンはなんかプロデュースしないな。写真集のなんて言うんだろう、メンバーのプロデュースをしたいです。自分が撮られる側じゃなくて撮る側をやりたいです。カメラとメイクと全部、ヘアからスタイル、スタイリストさんもやりたいし、全部やりたいです。はい、費用だけ集めてやりたい。明日 LINE ライブするんやろ。あ、そうそう、もう発表されましたか。そう、明日ね、 HKT で LINE ライブさんで LINE ライブするんです。久々に行く LINE ライブの会社。はい、た下は詳しくはちょっとあのホームページ見ていただいて。LINE ライブ8時からですかね。8時から。明日はアウトスタンディングの発売日なので、 LINE ライブ、まあいつものね恒例の LINE ライブと、あとは明日は店舗を回ったりとか、はい、たくさん活動させていただくので頑張ります。イエーイ。20時からか。一人でショッピングモールとかに行きますか。今日一人で仕事終わりにショッピングモール行ってきました。なんかこう、やっぱなんかこう一人の時間が楽一人でいて、あ、もう楽しいって言っちゃうぐらい
人が。なんか買い物した、買い物した。なんかマットとかぬいぐるみが可愛いなってね、なんかこう可愛い買いたいと思ったけど、ぬいぐるみ家にいっぱいありすぎてダメだなって思って。もう分かっとるんよ、買った時点で1週間過ぎたら絶対になんか使い方が雑になるっていうの分かっとるから我慢しました。でもめちゃめちゃ気持ちよかったんだよね、ふわふわしてて。そう、もうペンタとか、あ、もうペンタ、ペンタ、うん、一人でイオンとか行ってる時に知り合いとか見かけると勝手に、逃走中始めちゃうんです。うわ、どういうこと？逃げちゃうん？おもろすぎ。私ね、この間ねイオン一人で行っとった時にね、サーティワンあるやんか、イオンの中にね、サーティワン行ったらね、なんか中学の友達がバイトしてとった。この間、この間違う、結構前かな。そう、あれって思って、えー、みたいな。そう、イオンのねサーティワンでねアイスもらったわ。そう、友達だったの、びっくりした。そう、すごくない？すごい偶然、地元あるあるやん、いいなーって思って。私ねサーティワンこうやりたいんよな。バリアバーだって、え、すごくないですか？普通にすごーって思って、うん、そういうのありますよね。ね、ありますよね。そう、しかもねスーパー行ったらね次はレジ打ちしとったんよ。友達にレジ打ちしてもらいました。恥ずかしかったです。ああ、私が何買ってるのか全部分かっちゃって、友達に。悲しい。そのなんかご飯作ろうと思って、その時自炊にハマってたからピーマンと納豆となんかキュウリとかトマトとかもやしとかキャベツとか、なんかとりあえずあるものをいっぱいこう買ってたんです。豆腐だったりとか爆買いしてて安くなってたんですよ。したら私安くなってるなんかセールのものだけ結構爆買いしてたから全部バレちゃって。でこうセールしてるやつバカ買ってんじゃん、ウケるって言われ、なんかピッピッピッピされました。悲しすぎ。あ、重い、携帯重すぎる。うん、そう、半額大好きです、はい、うん、なんかカクカクなりますよね。やめてー、頑張れー。なんかやばいかもしれないですね。治ってー、あ、治った、治ったん。重かったんかな。ペンタの呪い、怖っ。またカクカク、カクカク。おーい、コメント今日早いですよね。早いんだよ。おい、早いんだよ。今日早いのコメント、おい。もう読めないよ。フラゲビだからなの？また怒られた。コメント遅い方がいいんだ。遅い方が嬉しい、早くいろいろ読めるから。坂道登って博多にたどり着いたよ、だって。ありがとうございます。坂道は上り坂なので下るとかないんですよね。上るしかないんで、とりあえずはひとまず上り続けてください。
どこかなたどり着きます。はい、うん、一回ストップって言ってみて。ストップ止まんなかった。そういうこと？ちょっと止まったもうすげえ浜さん何に対してストップ？わかんない。コメントに対してのストップかな。ストップって言ってって言われたから言ったけど、何のことかをわかりませんでした。うんうん。マットさん。見つめちゃう。最近ミクのショールーム坂道のファンの人ばっかり。切り取りでしょ絶対。ほとんどの人が知ってるよ。切り取り見てショールームにたどり着いたんか。やめろやめろ。うん、そうでしょ、違う、うん、大正解だってもう本当に、うん、無事たどり着きました。ねえ、ほとんどの人がそうじゃん。うん、うん、この間お姉ちゃん切り取りの動画送ってきた。それはもう本当になんて返せばいいかわからん。あー俺の嫁って返しときあの切り抜きの効果すごいな。なんか28万回再生とか言っとったんですよ。最新シングルより多いってどういうことねえ。いろんな人が切り抜き見てショールームにたどり着くんや。おこなう、みんなに会えて嬉しいなう。うん、なんかダンスの先生にも送られてきました切り抜きの動画が。そう、なんか珍しいな LINE 来るのって思って送られてきて、切り抜きの動画だったんですよ。したらセンスありすぎってきました。なんて返せばいいか分かんなくて、はい、せめてダンスのセンスありすぎって言ってほしかったですね、はい、うん、うん。おみくドーナツ食べてた動画可愛かった、ありがとう。クリスピードーナツ食べたのめちゃくちゃ美味しかったです。ブブカさん、私が一番大好きなドーナツなんだけど
なんか抹茶やったんやけど、ちょっとしか食べれんかった。あれは悲しい。ノーマルが一番好き、大好き。そうなんですよ。あ、新宿にあるんですね。食べたす、いいけどダイエットしてるから食べれないです。言うの遅くなったけどネイルマジ可愛い。いや、ありがとう。もうそろそろ多分取らなきゃいけない。来月12月末とかにはね、書いてそう。触覚可愛い。触覚ないよ。これかな。触覚作んないんですよね。でもなんか今日ありますね、触覚が。こっちもあるのかな。そう、まだね、耳ずっと赤いの。嫌だ。触覚、なんか私触覚嫌なんですよ。作りたくないんですよ。あ、めちゃめちゃオーラ。触覚似合いません。なんか芋っぽくなっちゃうんですよ。でもファンの方はなんか触覚好きって言ってくださりますよね。いつもはこうだから、これいつもはね、これなんですよ。触覚を作ったらなんか芋っこ。アイドル好きは触覚が好きなのかも。触覚のどこが好きなんですか。前髪はそうすきましたのでいい感じ。触覚ちょっとダメだ。そう、ない方がしっくりくるんですよ。私本当に変わってる顔してるんですよね。本当はなんか触覚あった方が顔ちっちゃく見えるじゃないですか。でも私触覚あった方が顔大きく見えるんですよね。雰囲気も変わる、触覚あったら。本当はね、これが触覚なんですよ、きっと。でも切ったからこれです、これです。いらない、触覚なんていらない。そう、私ここない方がいいんですよ。このままの方がいいんです、顔が。そう、あと邪魔ですよね。触覚が似合う女の子になりたかったな。前はね、なんかね、作るのが当たり前みたいな感じでしたよね。あ、触覚、
うーん、耳出し触覚あり似合うくね、だって。うっ、でもストレートも好き、やった。永遠と髪いじって、そう、永遠と髪いじって、もうずっと髪触ってしまいますよ。あ、物もない、だいぶ治ってきた気がする。はい、なんか今日顔がおしとやかって言われてます。いつもがおしとやかじゃないみたいなね、言い方されてますけど、はい。ナッピナッピは開けて、ちょ、前髪は違うな。あれ、ちょ、前髪が違うぞ。なんかね、ナッピーはちょっと難しいな。今日なんかちょっと違うな。前髪切ったからかな。今日はなんか似てない。今日似ないです。今日田中美久だ。今日田中美久でした。今日なんかいつもの田中美久でした。なんか今一瞬猿が大量発生しましたね。確かに捕まえないと。猿が通った、重くなっちゃう。ゆっくりの髪の流し好き、イエイ。流し、おでこだし好き、おでこだし。なんかさ、おでこ出しって髪をなんか分けないとできない。おでこ出し、ビビった。おしとやかじゃない声だ。髪の毛が鬱陶しいです。もうやだ、全部髪の毛いらない。髪の毛うるさい。髪の毛うるさい。髪の毛いらない。なあ、髪の毛は邪魔なんですよ。はい、ランキング読んで終わろう。
前髪がバリカン取りますね髪の毛邪魔なんだもん。小さいが彼も鉱石さん、ジニーマサーさん、11、はい、インドネシアの方、プトラビラレガワさん、ありがとうございます。10位は南区さん、9位はヒロポンポン、8位はナオッチョかな、7位は三つのりくん、6位はハッシー、5位は元気くん、4位はケンさん、3位はイマッチさん、2位はもちもちさん、1位はヤニさん。ありがとうございました。明日ちょっと予定で早く終わっちゃうんですけど、明日はアウトスタンディングの発売日です。イエーイ、テンション上げてこう。約4年ぶりにセカンドアルバムを発売させていただくんですが、全曲で、31曲収録されています。タイプ ABCD あるんですけど、まあ、全タイプ買わないとディカワの全部見れないよっていう形になっているので、もうぜひ全部買ってください明日8時から LINE ライブかなとかがあるみたいなので、 HKT のメンバーとそしてファンの方と一緒に楽しみましょう。絶対買おうな、絶対買おうな。はい、ということで全タイプ買った。おー、ありがとうございます。やった、アイドルみたいだって。もう本職アイドルですから芸人とか言われてますけどアイドルですから、はい、じゃあね、なんか言い忘れたことないけど、あと、うん、今日ブブカさんの発売日なので、あ、まだゲットしない人はゲットしてね。バイバーイ。